動画投稿主が考える 24-25B1 順位予想中編。B1 中地区1位3円にアルバルク東京、3位名古屋、 D4 位三河、5位渋谷、6位横浜、 B コルセアーズ、7位 FE 名古屋、8位川崎。1位予想3円ネオフェニックス、主力の金丸ラベナを放出するが、代表吉井や元 NBA ヌアバを獲得し、昨季と変わらないオフェンス力に期待できる。昨季主力ポイントガードが退団したことで、既存と新加入のポイントガードの成長が求められる。2位予想アルバルク東京、テーブス少佐ケブの98年組コンビが成熟され、そこに飛躍が期待される大倉が新加入。元アルバルク東京の菊池を再招集し、厚い選手層で魔境中地区に挑む。昨季は CS で競り負けたことから、優勝のメンタリティを確立する必要がある。3位予想名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、昨季僅差で琉球を破り西地区制覇。今季は魔境中地区の被害を被ると予想。日本人エース今村との融合が優勝への鍵となるか。キッカージア枠を使わないロスターなので、日本人選手の成長でプレイタイムのケアで怪我の予防が必要。4位予想シーホース三河、スピード感のあるバスケで昨季センターズ出場を果たし、今季はベテランを放出した。須田や若手を獲得し、昨季以上にスピードにさらなる磨きをかける。シューターを多く抱えるが、その確率を安定させられるかが課題。またディフェンスにも注力したい。5位予想サンロッカーズ渋谷、昨季は怪我に泣かされたが、終盤には軌道修正し、CS 出場はならなかったが、今季への布石を残せた。しかし地区が悪い。怪我人を出さずに健康にシーズンを送れるかが勝利への鍵。外国籍の酷使を避けるためにも、日本人選手のステップアップが必要不可欠。6位予想横浜、 B コルセアーズ、エース川村を NBA 挑戦へ送り出し、エースに頼らないチームバスケを構築できるかが鍵。ヘッドコーチや外国籍を一新したことで、新しいチームケミストリーの構築が急務であり、日本人選手が成長できるかにも注目。7位予想ファイティングイーグルス名古屋、これから全盛期の若手を多く抱え、それを操るベテランポイントガード並里笹山がどう料理するかに期待。さっきリーグ上位のディフェンス力を維持し、オフェンス力の向上を目指したい。8位予想川崎ブレイブサンダース、主力だった藤井ファジーカスの退団が痛く、低迷すると予想。元 NBA のアリゼの活躍次第で上位へ駆け上がることができるか。フォワードの層が薄く、怪我人を出さずに相手のエースを止めることができるか。今季の優勝はどのチームの手に渡るのか。